はい。みなさん、こんにちは。チームハロンズクローカーです。注目材料3分で解説します。 6月23日22時45分にアメリカで6月製造業サービス部門購買担当者景気指数 PMI 速報値が発表されます。この指数は購買担当者らにアンケート調査した結果をまとめたもので、景気動向を探る上で注目されております。数,数字が50を上回れば好調と判断され、下回れば不調と解釈されます。同様の指標に ISM アメリカ供給管理協会がまとめる ISM 傾向指数がありますがそれよりも公表時期が早いため速報性が高いとされておりますでは早速見ていきましょう6月の製造業サービス PMI を見る上でのポイントは3つですまずは1つ目5月の製造業 PMI は48.4へ低下し財源の需要鈍化が続いていることが意識されましたしかしサプライチェーンの改善雇用指数の増加 投入コストの低下など前向きな材料も多く内容は悪くないようです。またサービス部門は54.9と4月の53.6から大きくリバウンドしました。国内外問わず新規受注が好調だったことがヘッドラインを押し上げたほか雇用についても改善が見られました。二つ目です。NAHB 住宅市場指数は改善しております。 この指数は昨年12月をそこにリバウンドしていますが、PMI と PMI もこれと連動するように持ち直しております。関連性は明確ではありませんが、幅広い需要に影響する住宅市場の持ち直し傾向が企業景況感を支えている可能性もあり得ます。また消費者心理も悪化は限定されそうです。 3つ目です、ただアメリカ供給管理協会 ISM が発表する製造業・非製造業景気指数は低下中とあって企業の景況感改善のスピードも限定されていそうです。 はい、右のバナーのチームハローズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引以下1万通貨1 6ロット以上でチームハローズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、市場予想は製造業 PMI が48.5へ小幅改善する見通しである一方サービス業 PMI は54.0と小幅に鈍化する見込みとなっております、はい、チームハロンズとしましては消費者心理の低迷は企業活動の改善ペースを限定すると考えておりますが利上げによる景気への下押し圧力が限られていることが企業マインドを支えていると考えております 指標発表直後ドル円は上向きに反応すると考えておりますはいこちら直近10回分の早わかりの結果ですご参照くださいはいご案内した通り23日22時45分6月のアメリカの PMI が発表されます21時開始のライブ配信番組内で6月のアメリカの PMI の 結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。またリアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。